まずは檜山さんの目の前に木のおもちゃをご用意したんですけども、はい、うん、アヒルのお尻ちょっと押してもらえますか。はいはい、ちょっと、はい、あ、もう軽く触れただけぐらい、かわいい、おーおーおお、木のスローを、ね、すごい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 、かわいらしい動きですよね。へえー、はい、で、今日はですね、こうしたあの木製のからくりおもちゃを趣味で作っている男性をご紹介したいと思います。ご本人は念を込めるように作品作りに取り組んでいます。かわいくなれかわいくなれ、上手に動けよと思いながらできた時には感激ですねやったって思いますね。神戸市須磨区にあるお宅の一室、作業に没頭しているのが今回ご紹介するからくりおもちゃの作者、山尾光一さんです。今は何を作っているんでしょうか。これは鶏がハンドルをまっすぐことによって餌を食べて卵をというやつを今考案してます。先月から考えてやっとこのギアが考案できました。おうおう、スムーズに動いてくれるかどうかは賭けです完成品はご覧の通り、餌をついばんだ鶏が卵を産むという一連の動作をハンドル操作一つで表現しました。山尾さんはサラリーマンを定年退職後およそ20年趣味でこうした作品を作り続けてきました。まずアイデアを計算し図面に書いて歯車の部品まで全て木で作ります。大きな部品を作るときはホームセンターで行いますが、それ以外は自前で揃えた工具を使って形にしていきます。これまで作った作品にもアイデアがたっぷり詰まっています。これはあのクロールって作品ですね。クロールは右手が来て左が来て、なおかつ右が来て息継ぎします。足は2ビートです。複雑な動きを表現するのにかなり苦労したそうで、胸の部分にまで細かい歯車を仕込んであります。山さんいかがですかこの動き。いやこれすごいね、うん、でまた息継ぎまでちゃんと左右の手も ね別々に動いていると、これ一つの動きでこういう動きをするんですね。すごい。こうした作品の細かな部分にまで木という素材を使うこともこだわりの一つ。あったかく感じるのが木ですね。あのぬくもりがあります。それで加工もしやすいし、自分が好きなような憧れの体に作れます。これ木の喜びですね。そしてこれは熊さんの薪割り。子熊の置いた薪を親熊が力強く真っ二つに割ります。斧の振りかぶりに合わせた子熊ののけぞり具合にも注目です。これはアゲハチョウが上下しながら羽ばたきます。羽ばたいて前の羽が先に降りて後ろの羽がついてくる。同じ動きをすると飛ばないですから、図面で何度何度2ミリでサインコサインタンゼントで何度の動きで何センチで幅が何ミリ周到するというふうな計算をしました。だからこれは お遊びですね。幾何学のお遊びですね。ラリエさん、この蝶々の複雑な動きどうですか。すごい細かいですね。なんか本物みたいですよね、うん、サインコサインタンジェントなんて高校時代以来の、ね、使う時あるんや ね役立つな。難しい計算をして設計しても実際の動きが伴わない時があるそうですが、山尾さんは楽しみながら作業を続けます。これからもおもちゃをずっと追求して、人がなんでどうなってるん、なんでこんなこと思いついた、この言ってもらう言葉が一番嬉しいですね。いやー、檜山さん、山尾さんの生き生きした表情印象的ですよね。ねえ、なんかもうかっこいいな。なんかもうやっぱり子供心をいつまでも持ってるというか、はい、でまたちっちゃい時にあのすごくああいう遊びっていいじゃないですか、でも
もう僕この年でああいうのはすごく憧れますね、うん、自分で作れるってすごいよ ね、 すごいですね。オラリエさん、これ絵になりそうなおもちゃがたくさんありますよね。いや、もう撮りたくなりましたね。え、山本さんのとにかく表情がいいですね、うん、もうなんか作ってる方がね、すべて自分で計算して作るね。そうですよ、すごいな。このぐるぐる回す一つの動きで複雑な動きを全部こう考えてというところで、思うようにいかないこともね、あるそうなんです。それめっちゃ可愛かったですね、このクマが切るですね、あれね、うん、ね、これだけたくさんの作品があるんですけども、実はこの山尾さんはですね、自動車メーカーのエンジニアもされていて、でサラリーマンを引退した後にもうこの20年こういう木工のおもちゃをね作り続けているということで、ずっとものづくりをされてるんやね。そう、これからもねたくさんのおもちゃを生み出してほしいですよね、うん、はい、山尾さんの活動をご紹介いたしました。